琴音の嫌味にオウム返ししてたら、琴音の義実家同居が決定した。琴音家、私家が道、市内で、琴音義実家が、隣市、こっちが都会、義実家は、隣の県でちょっと遠い。嫁姑関係は普通なのに、義姉がとにかく嫌味。お前は、ドラマに出てくる小悪女か?というくらい嫌味がひどい。電話してまで行ってきて、正直うざい。ゴールデンウィーク中に、義実家に集まった時に、いろいろ言われたので、固有名詞を琴音関係に変えてほぼ、オウム返しした。弟くんに、冷凍食品ばっかり食べさせてるんでしょ。お姉さんって、義兄さんに、冷凍食品ばっかり食べさせてるんですか?この前電話に出なかった。ろくに家事もしないで遊び歩いて。お姉さんって、家事もしないで遊び歩いてるんですか?浮気でもしてるんじゃないの?お姉さんって浮気してるんですか?息子ちゃん、弟くんに似てない。よその男の子供じゃないの?めいっ子ちゃん、よその男の子供なんですか?台所でこんな感じの会話してたら、義兄さんが後ろにいた。琴音、自分磨き大好きなカルチャーママで、ヨガだの、会話術だの、カラーコーディネートだのに、毎日通ってた。でも家ではだらおく。主婦なのに、掃除、洗濯は、土日に義兄主導でやる。食事は冷凍食品どころか、義兄がお弁当を買って帰る毎日。義兄の勤務先は、隣市で、通勤に1時間かかってるし、月謝でマイホーム資金もたまらないし、子供は来年から小学校で習い事もさせたい。生活レベルを保持するためにも、同居。と義兄が決定したらしい。琴音のとめさん、元学校の先生。外面いいけど難しい人だし。このとめさんが嫌いで、義兄に長距離通勤させてた琴音は涙目だ。嫌味電話かける余裕がなくなると思うと、せいせいする。